私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。藤田ニコル、梅沢富美男に口説かれる？報酬は高級バッグにケラ3個分。何しているんだ。リアルですね。千鳥の大悟さんとゲストが、おのおのが考える、パンに挟んだら美味しいものをプレゼンし、誰が一番美味しいパンを作ることができるかということを競う企画です。今月20日放送のテレビ千鳥に、ゲストとして藤田ニコルさんが登場し、梅沢富美男さんをめぐる暴露をし話題となっています。テレビ千鳥の名物である料理系の企画として、パンにこれ挟んだらうまいんじゃ、という企画が開催されました。東野幸治さんは、おい、梅沢、お前何やってんねん、と梅沢さんが藤田さんをガチで口説こうとしていることに、ツッコミ笑いを誘いました。実は藤田さんと梅沢さんは、バラエティ番組やテレビ CM での共演も多く親交が深いようです。大悟さん、長嶋一茂さんがパンを紹介し、藤田さんの番となると、唐突に長嶋さんが、ニコル派、まだ梅沢さん、梅沢富美男さんから連絡ある？と質問し、すると最近はないと答えながらもよくバッグをいただきます。もう2ケラ3個はもらってるかな？と発言し、これにはスタジオもざわつきます。以前、藤田さんが写真集を出版した際にも、梅沢さんは自身のインスタグラムにて、満面の笑みで発売前の藤田さんのサイン入りの写真集と共に写っている画像を投稿していますが、梅沢さんが藤田さんにバッグをあげる真意は何なのか、非常に気になるところですね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。